敗試合ですいませんってなラリーを残すな悔いだけ、マスクが隠した悪魔の素顔な、お前ありただろう。有田哲平のプロレス話、お前有田だろー。お願いします。よろしくお願いいたします。さあ本日は番組のコメント欄の感想を紹介したいと思います。はい、お願いします。これもねたくさん来てるんですよ。ありがたい、本当に、ね、読んでますよちゃんとね。いやそう見させてもらっております。この間のイベントでもねやっぱり直接コメントでね、うん、はい、福田が新日本プロレスのことを新日本プロレスっていうのが気に食わないみたいなアンケートでいっぱいありましたね。普通に有田さんへの質問ですのプラス PS みたいなんで、福田の新日本が許せない、許せないっていう。なんで新日本新日本って言うんだってそう言ってすいませんって謝ったらいいよってなったけど、そのところどころでまた言うじゃないですか。そう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 。したらみんながああすぐ反応するから、ああ新日本ですねってありましたね。さあこれブローザーブロディの考察の感想でございます。テレビの元スタッフの人が言っていましたが、うん、この企画じゃ俺を生かせないと言って自分を生かしたさらに面白い企画を考える有田さんもブロディイズムを継承者なんじゃないかなと思います。そんな僕誰かでどっかのテレビ番組見てたらこんなのやりますんで、こんなじゃ俺生かせないよ、帰ろう帰ろう、もっと面白い企画にやってないですから別に。えお笑い界のブロディじゃないですか。やってない。違うんですか。やってないです。いやだからそれはブロディはブロディだって多分何度も言いますけど、はい、どこの試合に行ってもダメって言ってたわけじゃないと、はい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 、思うんですよ。はいはい。まあでもまあまだちょっと違いますけど、まあ脱力とかやとまあちょっとより、まああれは別に向こうがなんか誰かが持ってきたやつをこんなんやめようぜとか言ってるわけで、一緒に一緒に作ってるわけですから。でもほぼまあ向こうのスタッフはブロディと思ってるわけでしょ。いや持ってきたから。あ別に俺出てる俺はそんな生きてないので、お前俺の生かし方分かってねえだろお前みたいな。確かにあれは完全にそうですよね。どっちかに言うと来てくれた人が盛り上がるやつなので、そうですね、確かに、はい。さあブロディは、大仁田敦を拒否すると思うはものすごく分かりやすかったです。あ後年のね、後年の大仁田敦のことですけどね。はい、その、はいはい、絶対そうだと思うんです。だってどうなるんだろうね、両方とも目立め超目立ちたい人だよ。でもそのおっしゃってましたけど、大仁田さんは負けていいんでしょ。負けていい。そこの どう見せるかの見せ方ですもんね。そうよね。だから、うん、ブロディと大仁田敦がオファー出して、はい、ブロディとやりませんかって言ったら、大仁田敦って誰だと、うんうん、昔の全日本プロレスのパンフレット持って、うん、このジュニアヘビー級の人ですよっていう情報しか上げずに、うん、はい、これが一回やめて復活したんですよ、はい、おおだったらいいよと、あの前日の馬場のところの大仁田ねみたいな、はいはいはい、って言ってみたらさ、はい、あんな感じになってて、ちっちゃい、しかもちっちゃいの嫌いやし、そうでやり始めたらさ、はい、多分ほんとこうゴーッキックとかさ、はいはい、キングオブ2とかやってもやったらさ、もっともっととか言って結局やられながらめっちゃ目立つわけじゃん。そうそうそう、どっちがその見せ場の取り合いみたいなやつもんね。すげえ面白くなったかもね。その場合どの設定ですか、その電流爆破。いや電流爆破みたいなのももちろんブロディが受ければ、うん、それはやるかもしれないけど、電流爆破じゃなくてもさ、普通のだってどんだけブロディが多分圧倒的に強いっていう雰囲気になると思う、うん、それこそ佐々木健介で大仁田敦もそうだったわけだ。もう何もできずっていう、もう何も通用しないじゃんみたいな、うん、でもあの火一発で佐々木健介が、うん、あーってなっちゃったように、うん、もうボロカスにやられるけど引きずり回されるけど、はい、大仁田は泣きながら、はい、わーって言って最後マイクで俺は絶対に知らん、好きなプロス愛して何がいけないんじゃとか言って、はい、結局持っていくんだよボロボロされながら。ああそうだったら旨味はやっぱ大仁田さんがとってブロディあんまないっすね。まあブロディやっぱ圧倒的に強いなっていう印象だけ与えられるかもしれないけど、うんうん、最終的には大仁田敦なんか感動したみたいな、ブロディブロディブロディありがとうようわーみたいな、なんかすごくない。やっぱ大仁田敦はすごいね。でも確かにブロディのラフファイトでチェーンとかで血だらけにされてみたいな、うん、それでも這い上がってくる、這い上がって、うん、でも最後ボロボロになって負けてチェーン振りましたからブロディは帰る、うん、でもそっから始まるっていうね。そうか、勝敗の後のまだ大仁田特番みたいなのがあるんですよね。大仁田劇場がありますから、しっかりそこからバーその時お客さんはもう席から離れてリングサイドに集まってくるわけですから、はい、確かにね、もう見たかったね、面白かったでしょうね、面白かったろうね。
それだけで、そのカードだけで呼べますね、お客さん。電流爆破だとしても、ブロディのあの受け方とかうまいと思うよ。あのめっちゃ驚いてるの、みたいな。ブロディが電流、有刺鉄線電流爆破でバーンってなってるのめっちゃ見たいっすね。めっちゃやるんだから、ハンセンとブロディが初めてやった時とも、ブロディめちゃくちゃすごかったもん、リアクションとか言って。いや、エンターテイナーですね、うん、ちゃんと見せれるんですね、うんうん、受けもするし、はい、あ、見たかったな、デスマッチ。面白いですよね、面白いですね、ブロディのデスマッチ見たかった、うん、あんだけでかい人で爆発したすごい迫力あったでしょうね、うん、バーバーって煙の中からブロディがあってできてね、面白いな。まあ、多少髪の毛が火で燃えてもね、もともとチリチリだからね。いやいや、まあまあ、そこはね、分からないですけど、うん、どっちやったかな、最初からかなとはなりますけど。さあ、続きましてこの方ですね。どうなってたのかなっていう、さっきの大仁田さんじゃないですけど、うん、前田明戦実現したとして、でブロディが勝ちになっていたような気もしますが、時期的に前田は新日本に吸収されないように、舐められないようにという気持ちがあったので、ただでは済まない試合になっていたんじゃないかなと思います。思う通りにはいかない、ブロディが切れて試合を途中で投げ出して帰るか、喧嘩マッチになっていた可能性があるようにも思いますが、どうでしょうか。いや、なってないと思うよ。喧嘩マッチにはなってないと思うな。なってない、うん、やっぱそこら辺はブロディはもう、まあ言ってもちょっとクレバーだから、試合が実現したとしたらね、はい、もうその前に帰ってたわけだから、はいはいはい、実現してたとしたら、やっぱり前田と組むということが面白いってことは多分分かってると思うのよ、うん、あ、本人もこう全然なかなか組まずにぐるぐる回って、前田とかこうやってキックとかしても、はい、こうドーとかなって、そういうのでしばらく引っ張って、はい、でちょっと組んで蹴りちょっと受けて、わーっと場外逃げてとか、そういうのやって、はい、でもブロディもちょっとラフファイト始まり、はい、で多分お互いの関節とか、そのなんかスープレックスだと受けないだろうから、結局は場外でガーって揉み合って、両者リングアウトみたいな、あ、結末はなかったと思うね。あ、ブロディは分かってるのよ、今日は前田とこう向き合うことが全てっていう。あ、勝敗はさてない、勝敗なんかどうでもいい、前田とブロディが一騎打ちっていうのだけでもお客さん呼んでるわけだから。あ、え、結末それはまた次回ねっていう。なるほどね、うまいのよ、そこはもうビジネスマンだから、引っ張った方が得策よっていうのをちゃんと分かってるんですね。そう、だからハンセンとブロディも一発目っていうのは何回かのコンタクトだけだったからね、その後楽園、後楽園はもうそれだけでももう興奮のるつぼだから、はハンセンとブロディがとうとうやんのみたいな、もう向き合っただけでわーだから、そうか、そこだけでも、それが一瞬触れ合っただけでもうわーっていう。そうだから、もうブロディが前田が多分先に入場してきて、ブロディのテーマでうわーあーとかって入ってきて、はい、こうやってリングに上がって、こうやってぐるぐるこうやってやってるだけでも、こうチェーンで前田がこうやって、もうこれだけでももうしばらく見れるじゃん、見てられる。はあ、うわー、ね、やってほしかったよ、そうなると。いや、確かに AI 進化しねえかな、ブロディ、ブロディ前田、ブロディ大仁田できないかな、チャット GPT に前田対ブロディ見せてくださいとか言ったら、タタタタってパッて映像出てこないかな、今日入れてみようかな。どうします、前田がなんかトペとかめっちゃやったらAI が全然情報知らんから。そうよね、まだ今、まだ未完成だろうから、まだまだ。あと、これも来ております。武藤敬司には、うん、アメリカ修行中にテリトリーが被っていて、いろいろアドバイスもしていたようだし、うん、受けから入って引き出しの多い長野、見劣りのしないガタイでゴツゴツと肉弾戦を組み立てられる橋本と、うん、新日では三重師とは戦っていたらどうなっていたと思われますかと。もうまあ正直さ、武藤はもう全然大丈夫だと思うね。ああ、そうですか、うん、武藤長野は大丈夫。まあ、武藤ももちろんほらやっぱ自分を輝かせる天才だけど、まあ、でもやっぱアメリカンプロレスのやっぱもう神髄みたいなのが入ってるんで、はい、ブロディとやるときはこうやるんだっていうのは多分あると思うんですよ、はいはいはい、絶対頭の中にあると思うし、はいはい、で長野ももうどれだけでもやっぱクラシカルなプロレス受け入れるし、あ、本当、まあ、言ってみればブロディ対鶴田みたいなのができると思うんですよね、はい、だから問題は橋本ですよ、やっぱり。結局橋本ちょっと前田を尖った感じだ、前田を尖らせた感じ、はいはいはい、さらに前田さんをさらに尖らせた感じ、尖らせた感じなんで、それこそもうなんかもう当日に急に誰にも言わずに勝手にバーンって胸板にバーン
ーンキック入れてもうブロディオそうっつって ありえます全然そっちが不穏試合というか、うん、の感じになる可能性が、うん、橋本もその状況によりますけど、はい、ここでブロディにヘイコラしてたら終わりだなっていう状況だったら絶対行くからなめんなよみたいな感じで、で本当はそこまでやっぱり入れちゃいけないキックみたいなの入れちゃったりすると思うよ。本当に痛いらしいんで、マジ痛いらしいのよ。でもそのバーンってある程度ブロディもガタいいから受けますけど、はい、本当にちょっとマジで今の違って今のマジで、うん、おい今の違うってってなった時にブロディがカチンときてそれはそれで歴史に残る戦いですよね。だからちょっと語り継がれるやつあんまり見たくないかもしれないね、これはね。そうなった後に橋本がどうするかっていう話になるんで、あの橋本は小川みたいになっても困るし、うんうん、でもやっぱみんな覚えてるし語り継がれるというか、うん、あそうねっていう意味では、だからめちゃくちゃ喧嘩マッチの名勝負になるか本当につまんない試合になるかのどっちかと、うん、橋本とブロディ、うん、やっぱそう考えたらブロディってすごいですね、いろいろ。いやブロディはやっぱね、そのキャラクターもすごいしでかいし技もあるし、しかもそういうやっぱり内面的にもやっぱインテリジェンスなそのちょっと尖りがあるから、うんうん、いろいろ見れたのよ。まだいろいろ見れた。いやこれまたね、この人たちと戦ったらどうなったでしょうってなんですけど、ブロディが生きていたら四天王とどんな戦いをしたでしょう。もうこれはだからいわゆるもしかしたらその四天王が若手の頃はタッグとかで合ってるかもしれないですけど、もういわゆる前世紀の四天王、はいはいはい、と前世紀のブロディ。でもこればっかりは、はい、夢の対決ってなって一瞬思うけど、横にいたスタン・ハンセンは全選手と名勝負してるわけだから。そうか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 。現役バリバリでね。そうや、確かに。なんかハンセンのなんかちょっと力が落ちたハンセンとやってますじゃなくて、うん、前世紀、その時もハンセン全盛だから強かった。だからブロディもいけたんですよ。ですよね。っていうか見れたんだね、うん、川田対ブロディも、うん、三沢ブロディ、いやすごい、もう三沢ブロディって響きだけで、いやすごい、なんか曲かけるよね三沢ブロディっていうもうめちゃめちゃ響きがいいもんね。偏った層にいけそうですね偏った層に響くでしょう、三沢ブロディ、川田ブロディ、田植えブロディ、小橋ブロディ、はあ、いや小橋ブロディみたいな、小橋ブロディ、小橋ブロディっていうビル建てたいもんね。いやいや、それ分かる、それよく分かるやつそれはそれ阿部のハルカスみたいな、いちょっと分かんない新宿ラプソディみたいな、三沢ブロディもそれ違いますから。かっこいいな、いブロディってやっぱ響き、確かにブロディってかっこいいですね、うん、やっぱね、やっぱ小橋ハンセンも、うん、川田ハンセンも、うん、もうもちろん全部名勝負なんだけど、特にやっぱとんでもなかったね、やっぱハードヒットで、あの川田ハンセンとかで小橋ハンセンも肉体で肉体でぶつかれみたいな、だから多分できんねブロディとも、で多分ブロディも絶対に認めると思う小橋のことは。あいつはすごいグレーテストレスだっつって、見たかったな、うん、だから猪木の目にバーニングスピリットを見たって言ってるけどね、多分小橋の拳にバーニングスピリットを見たというこの握り拳に。いやだからブロディ、まあね、ブロディはいろいろ見れたね、いろいろ見れた。正直だからアンドレ・ザ・ジェイエントがやっぱり前日に戻ってきた、初めて来たっていう時はやっぱもう、アンドレももうちょっと晩年だったから、うん、まあ正直そんなに動けてるイメージなかったですもんね、うん、だけどやっぱブロディは見たかったな。あんだけでかかったけど動き早かったし、いやこれはやっぱそのコメントの人たちはすごいね、やっぱりね、うん、はい、ブロディ亡くなっちゃった瞬間に俺たちがくっそっていう、マッチでふざけんじゃねえよって思ってたのはやっぱりブロディ対ハンセンが見えなかったことなんだよ。 あの直後に本当にある予定だったからね、もうほぼ決まってたの、はい、だからなんでそれが見れなくなっちゃったのくっそだったけど、その先まで想像させてくれたの俺初めてだもん、今四天王対ブロディを想像したのは。あマジっすか、うん、生まれて初めて。有田さんでも、うん、いやさすがだよもう俺、このファンの人たちは深いところはやっぱり見てるんすね。 あとラストこれもいきましょうか、はい、あブロディ・ベイダーの喧嘩マッチも見たかった。ここブロディ・ベイダーはちょっと実現しないかもね。これ受けないっすか。いや受けないよね、受けないね、受けない、あのもう
うん、ブロディやらないよベーダーとは。ベーダーむちゃくちゃだもんだって。ベーダーむちゃくちゃ。ベーダーハンセンもとんでもなかったですよ。とんでもなかったんだから目がこんな腫れちゃって。とんでもなかったですもんね。ブロディはダメだな。受けない。これはじゃあブロディやらないと思う。やらない。うん、あなんで俺が勝手に NG 出すの。もっと想像すりゃいいのにさ、うん、やらない。いやいや そこがリアルなんですよね。だから俺とかそんなに詳しくないから、うん、すごい試合になりそうっすねみたいな。いややらない。えなんでなプロディはやらないな。ああそうなんですね。ベーダーとはちょっと勝ち合わないね。だって引退間近の猪木さんをあんな投げたんだよ、うん、ジャーマンで頑張ってっつって。ああ確かにめちゃくちゃでした俺。最後こそ負けたけど、はい、嬉しいですよ、はい、ほとんどもう、まあまあまあ、ベーダーがボッコボコしてたんだからです、ね、リアルにあれはもうみんな猪木さん死んだと思ったんだから。だったらあの投げっぱなしの時マジでやばかったですよ、うん、猪木さんあーってやりました、うん、あやばいやばい超えて終わった超えてる、うん、それ普通のやつの息超えてるってだからブロディが対してそんなことしたらブロディマジぶち切れるでしょ、まあ、まあそうですね。まあそうか。いわゆるスイングした試合にはならない。ならない絶対に。だから最初からブロディそれ分かってるから。ベーダーはノー。あーベーダーの、ね、うん、こう想像でもこう組んでくれない試合あるんですけど想像やったら組んでくれたのに。ベーダーはノーなんだよ。で橋本もノーかもしれない、もしかして。ああなるほどね。想像上も実現しない試合があるって初めて知りました、はい、というような感想が。いやー面白いね。面白いですね。なんかありがとうございます、ありがとうございます。じゃないところがすごいよね、うん、考えさせられちゃうから。そうそうそう、皆さんの意見によって、うん、確かに、うん、はい、ということで本日は、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。お前、相方だろ。